滋賀県住みます芸人の北斗です。井上です。2人合わせてバーンのサインです。お願いします。はい、今回テーマはですね、家族で一度は訪れたい〇〇体験ということでございます。〇〇体験、はい、今日は何を体験しましょう。はい、ということでですね、はいはい、この場所に来ております。見てください、はい、近江下田焼釜本でございます。おー、焼き物ですか。そうです。はい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 、はい、滋賀県湖南市で、はいはい、僕の地元やから。そうやね、北斗くんの地元なんです。そうそう、下田焼の絵付け、うん、僕も保育園の時からやりまくってるから。あ、湖南市民といえば下田焼なんや。そうよ。なるほどなるほど、みんなやってるから。実際に体験していきましょう。はい、行ってみましょう。めっちゃ雰囲気あるとかね。ね、そうなんよ。ということでご紹介しましょう。はい、下田焼のこの小坂夫妻でーす。お願いします。で、体験の前にちょっとまあお話でも聞きましょうか。はい、下田焼きのの特徴、これ教えてもらっていいですか。うん、白い土に青い絵付けが特徴です。はい、下田焼き何年ぐらい続いてるんですか。270年ぐらい。270年。はい、すごい続いてますね。ずっと小坂夫の家系が下田焼きやってるわけです。そうではなくて、もともとやっておられたお家に弟子入りをした。え、弟子入りされたんですか。そのなんかきっかけみたいなんて。子供の頃、はい、下田焼きを見に行って、それで興味を持って。小学生の、さっきオープニングでお前も言ってたもんな、下田焼き作りに行ってたみたいな。しかも僕小4の時の夢、うん、あの下田焼きの日とか。すごい、そうすごい、ちゃんとびっくりされてる。後が後が言ってました。全然ありですよ。はじめさんが小学校に見て夢が叶ったっていうことだ。あ、なるほど。ちょっと待って、夢の匂いするバッグか何か。その焼き物ってどういう工程を踏んで一つのものが出来上がるんですか。まず粘土をこねて。粘土、あ、そうですよ、こねて、はいはい、これこねる機械か。あ、こねる機械。そうそうそう、なるほど。そうです、後ろにあるやつとかで、はい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 、ブレンドするんですけど、土を。あ、はいはい、いろんな土を、はい、で、そこのろくろのところで焼けをして、で、一旦素焼きって言って釜焼きをして、はーはー、次は釉薬をかけて絵付けをして本焼き、はい、はい、二回焼くんですね。そうです。あー、なるほどなるほど。で、出来上がる。はい、行ってきてます。おお、久しぶり。見てる人分からんやろ、実はね。工程喋ってもらったけど、はい、前半部分僕らやったんよな。やっております。そうなんや。ちゃんと粘土から体験させてもらって、そう、ね、形作るところから、はい、実際にこれをね、修正も入れていただきましたけれども、はい、難しかったよな。難しかった。これが一応初心者向けのお皿と、ね、上級者向けのお茶碗、はい、そういうのも苦手な方でも、もうここまではここまでもいけます。はい、ここも体験ちなみにできるんですよね。はい、あ、そうなんですね。ね、はい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 、今日はまた違うんですね、この次の工程が。はい、次の工程、絵付け、これやっていきましょう。はいはいはい、説明をお願いしていいですか。はい、まずは鉛筆で下書きをしていただきます。下書きできるんですね。鉛筆の線は焼くと消えてなくなるので、はいはいはい、はい、間違えても指でこすったりしないようにお願いします。わ、はい、かりました、わかりました。テストの時をしてたんや俺消しゴムがね、落ちたりなんかして。下田焼きといえばこういう線とか、はい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 、こういうな、そうやね、ツートンというか、綺麗な色やねこれね。もう他にもこれが、あの、他のお客様とか体験で描かれた柄なんですよね。はい、ユニークな、気になる柄ある。これなんかいい感じですけど、これ、これね、これ確かに上手ですよね。いや、上手ですよね。すごい、これ何年生の子とか、そういうやつですか。53年生。どういうことですか。どういうことですか。いや、どれも綺麗やねんけどな。濃い薄いが分かってんの。そう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 、やり込んでる人じゃないと。そうそうそう、さすがです。で、鉛筆の線を筆でなぞってください。はい、はい、筆でなぞった線は、あの、消えないので。ああ、間違えないように。もうここが大事なところなんで、はい、何の絵を描くかやね。 G とかでもいい。 G とかでもいいんですかね。大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫。何描いてもらって。なるほど。俺とかもイメージだと思うけど、ハートとかそういうイメージかな。どこにあんねんお前、言うわよ。ちょっとぼやかしたりしたから、はいはい、お水で、あの、薄めて、薄めて。なるほど、なるほど、ね、すごい。ちっちゃいの難しいですよね。今思ったけど。筆が太いんで。そうですよね。リクエストしたら、うんうん、こいつのセンスで描く絵面白いですよ。さあ、犬。犬ね。こんな犬。ネズミやん。ちょっとネズミでしょ。かわいい。その
T シャツ欲しいかも。でしょ、うん、猫ちゃんね、はいはいはい、猫はね特徴があるんですよ。いや犬もあるやろ。犬ないみたいだけどね。猫はね耳が三角。これ幼稚園の時ねノンタンとかよく見てたんでね、はいはい、猫のイメージだけはついてるんですよ。はぁ、あ、失格やび。めっちゃ可愛い。でも、うん、猫ちゃん完成しました。これね犬と猫飼いといたら、うん、キャットフードとかのそういう入れ物にもなるやろっていう。見えない皿に持ってるキャットフード見たことない。いやアロテ人間も食べれると、うん、どっちも使えるんだよ。ろくろで縁を、はい、こっちを見てくれてるんですか。しゃあできた、完成です。お、うまい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 、オッケーできた、うまい、オッケーオッケーできた。ということでこの今回の作品、うん、あのどんなやったかちょっと教えて。ちょっとお花みたいな感じでこう、ね、うねうねさせてるのが一番ポイントかなと思います。僕ねあのお茶碗なんで中にもめちゃくちゃ字書いてんな、はい、スケールみたいなねこう、うん、食っていくごとにうまいみたいな。あ、めっちゃうまい。たまらん。ああ、なるほどね。どんどんうまい。ああ、いいね。ちなみになんですけど、はい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 、師匠の評価を聞きましょう。含めて。楽しんでやってくださって。そうですよね。いやいや楽しかったです、本当に。こうちっちゃい子でも多分できますよね、これね。絶対できる、うん。なんか何歳ぐらいから体験されてるとかありますか。ほんまや。年長さんぐらいから。年長さんぐらいから。手付け自体は僕、保育園でやってたから。ああ、なるほどね。はいはい。遠隔とこからはあれやし。保育園から。ちっちゃい赤ちゃんとかやったら、手形とか足が。ああ、いい。モリアルペイトって、ね、はいはいはい、見たことあるわ、ね、家族で来たいね、体験、はい、そう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 、バッチリや。確かにそれこそね、ワンちゃんの手形とかもいけるタイプ、なるほどね、そういうのもしました。あ、しました、やっぱり、はいはい、ということで、はいはい、これが焼いて、はい、あの素敵な色に変わると、はい、変わるという、ね、楽しみに、はい、はい、楽しみに待っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、みんなで下田焼きやるしかないやないかい。もらったでした。来てねー。さあ楽しいね、これは。いや、そうね。